こっち見てください。はい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 、いよいよ明日から休みですが、休みの日はイカのお寿司です。覚えてますよね。はい、行ってみましょう。はい、せーの、行かない、乗らない、大声を出す、すぐ逃げる、はい、知らせる。おっと、大きな声で、はい、お願いします。行かない、乗らない、車には肉まんくんは誰とくっつくの？チョコメン？アンマン？車には乗らない。そして不審な人が来たら、そんなこと言うんで、その時はどうしますか？アーナーにだけ教えて。その後どうします？知らせる。ヨシリンすごいってば、今度ピッツァやるって。ミーも来るでしょ、明日。明日？なんだっけ、野球の試合、約束したさ。ここミー早く続き持ってこいよ。リュウ、レンタル料100円は？うっさい、鼻くそ。先生、鼻くそがかつらりしてるよ。学校じゃない？あの…切る。あ、なに？鈴木さん。佐藤です。佐藤蘭。ごめん。なに？用事あるんだけど。二人にいいこと教えてあげる。いいこと？私、明日から長期入院するの。は？入院？なんで？わからないけど、治らない病気って。不治の病ってこと？かっこいい。てか、それのどこがいい話だわけ？これ。私の宝物。町の中に隠したの。それを明日見つけられたら、あなたたちにあげる。明日？ごめん。ヨシニーの野球の応援に行くってば。ねえ、ミー。宝物って何？お金？それは、明日見つけた人にしかわからないの。じゃあ私、もう行くね。うち、鈴木さんと初めて喋った。佐藤だってば。佐藤さんって変な時に転校してきたよね。親の都合かなんかで。ママが PTA に誘ったら、佐藤さん忙しくて来れないって。みんな忙しいのにって怒ってた。みー聞いてる？した後は壺屋で一番でかいシーサーつったら、あのシーサーしかねえよね。本当に行くの？なんで？行かないの？野球の応援は？だから探し、デージ面白そうさ。しかも佐藤さん、富士の病だよ。あれ絶対嘘だよ。なんでわかる？わからんけどわかる。みー本当に信じるわけ？佐藤さん、うちらのことからかってると思わん？頭いじらして。わからんけど、わかった。じゃあうち明日、ごめんだけど一人で宝探し行くからさ。バイバイ。野球の試合は？もう意味わからん。
きな玉の後ろの小さな玉。大きな玉の後ろの小さな玉。あった。これ。いにしえの書を売ることこと堂へ行け。いにしえの書ってことは古本屋ってことかな。すいません、はい、ことこと堂ってどこかわかりますか？あ、あちらへん。下がりよ。ありがとうございます、はい、ちょっと待って。チン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 。あった、ここだ。待って、に早く。いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。英語と漢字ばっかりでわかんないよ。なんかさ、猫が人を食べるって何それ、超怖い。なんか探してるの？猫が人を食べる話ってあるんですか？ちょっと待ってよ。はい。ありがとうございます。見るだけでもいいんですか？いいよ。丁寧に扱ってよ。はい。誰だろう。博物館の横の階段ってここかな。ミッション1、手紙を空から落ちてきた壁に住む GM に渡す。ミッション2、 GM にいつもごちそうを食べる場所を聞く。あ、もう花疲れた。もうお疲れ。おみ、はあ、GM ってなんかな。イニシャルかな。ゴロ？ゴンタ？うん。第一壁に人は住めないさ。って、あなたたちには難しいかもしれませんが、頑張ってくださいって。デージムカつくし。こんなところあったんだ。佐藤さんよく知ってたね。もうどうでもいいさ、そんなこと。あ、疲れた。あ、そうだ、これ開けてみよう。え、何やってる？ダメだよ。見てほら、決して開けてはいけないって書いてるさ。ああ、もう超めんどくさくなってきた。空から落ちてきた壁。空から落ちてきた壁。空いるの壁のことかな。ねえ、ねえ、デイジーでかいのあんねん。デイジーでかい。急ごう。ちょっと、どうしたの？誰か探してるの？ジーだから。もしかしたら、五郎さんかもしれない。ハーナーたち、ここに住んでる GM さんに会いたいんですけど。GM？ もしかして、佐藤ジェネラルマネージャーのことかな。佐藤ジェネラル？うん、ちょっと待ってね。中曽根さん、お願いします。はい。佐藤って言ったよね、うん、あ、そうです、はい。こんにちは、花さんとみーさん。佐藤さんのお嬢さんのお友達ですね。はい、お待ちしておりました。どうぞご案内いたします。こちらですよ。うわ、すっごい。宝物もすごいかな。ちょっと全然違う。
ということは佐藤さんのお家なのかな。後で聞いてみよう。高いね。着いた。はい、どうぞ。ああ、よかった。君たちランのお友達だろ。遅かったね。でもよかったよ、間に合って。中曽根さん、ちょうどよかった。はい。今、増瀬谷さんがお見えになってるから、テラスでお飲み物をご案内してくれないか。はい。私もすぐ向かうから。はい、かしこまりました。学校ではランがお世話になってるね。じゃあ、おじさん、やっぱり佐藤さんのお父さん。うん、そうだよ。GM でここに住んでいるんですよね。間違いありませんよね。うん、そうだよ。あ、これ、手紙です。ランから。それは聞いてなかったな。ありがとう。ただ、君たちも知ってると思うけど、ランは今、ここにはいないんだ。本当ですか？うん、本当だ。とっても残念だけど。ちょっと失礼。もしもし。そうか、わかった。すぐ向かうから少しお待たせしてくれないか。今、急なお客さんが来ていてね。ちょっと失礼してもいいかな。待って。ミッション2の質問。僕が君たちの質問に答えるんだね。いつもごちそうを食べる場所。それは、公設市場だよ。よくお客さんをご案内するんだ。じゃあ、ちょっと失礼。いないってことは、入院の話本当だったんだね。ね。嘘かと思ってた。うちも大変なのに、かっこいいって言ってしまった。でも、ホテルすごかったね。うん、だからよ。なんか、お父さんも芸能人みたいだった。本当にね。でも、あれじゃん、なんかおならとかしても叱られそうじゃん。あ、病院の名前聞けばよかった。うん、でも宝探し終わったらまたおじさんに聞きに行こう。うん、そうだね。うん。 Thank you, マーコさん。 Grazie a te, Kenji. Me too. I have to go. Really? Yeah.Okay, ciao. Enjoy your trip. Grazie.動かない王様。ここかな。すいません。あ、ねえ、何見てる。あれじゃない。
かない王様が道を教えてくれる。病院じゃないの？ごめんなさい。友達になりたくて。佐藤さん、ウケる。ああ、心配して損した。あ、そうだ。みー、みーも。佐藤さん。これの折り方教えて。うん。どうしたんだよ一体。かくれんぼって言っただろ。一緒だなんて。だってパパいつも約束破るでしょ。一緒は約束守るってテレビでやってた。さあ、会うだけ無駄だよ。ダメだよ、けじめつけなって。けじめね。じゃあこうしよう、結婚式は俺たちだけだよな。それでいいさ。どうせ俺なんかおうと思うからもう結婚式参加しないよ。けじめは誰が。あんたが。けじめだからよ。
すす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 すなんかお祭り？何あれ？島に帰ったら島通りだろ。しかも青いのな。知らない。そう。おと、おか、いないみたいよ。すいません。よし、しないな。帰るか。会うまで待つから。お、音。どうしたの？俺の音、死んでるやつ。栄一。しかます、おばあんに。やぐとおるもやや、なまりなくのうしんぐちことかいい。やや、やらればや、やぐとおるもや、やや、やらればや、や、のうしんぐちことかいい。やら、やら、やぐとおるもや、やめれよ、おばあん。やめれよ、やめれよ、おばあさんも。あんたらおばあじゃない。やな。あい。いやな、まちゃちゃそうたか。いきなり飲むね。え、親子もな。え、見てごらん。え、お父死んでるよ。は？え、あば。いやいや、私のタバコ盗んだな。タバコ泥棒が。おばタバコの話するときか。おか。え、何してるの？フリも定調もや。タバコ盗んだ。少ない年金から。あ、それよな、タバコぐらいでわわわわ。何わわわか。中学生みたいな。大人、大人、おかは大人。タバコ返せ、タバコ。タバコ一箱ぐらいで返せ。わわわわしないで。わわわわ。やったやめろ、もう。やめろ。返せよ、ほら。買ったけどな、じゃあ。いいえ、お前やめて。冷静になって話しませんか？いいえ、お前やめて。おばあひん。もしもーす。うん、今沖縄ついてるよ。すごいいいとこ。うん、みんな仲良くなっちゃって大丈夫。うん、そうなの、今取り込み中なの。また後でかけるね。うん、はい、はい、じゃあね。心配して やめてください。やめてください、お母さんも。下のお母さんじゃない。下のお母さんじゃないよ。それ今関係ないと思ってるわ。山の話じゃないとる。いい、今話さと、ずっと話するか。ねえら、いい加減にしろよ。はい、おいしいから食べなさい。待て、さっきおばあが投げたやつは。大丈夫、拭いた。食うかや。食べ物を粗末にするんじゃないよ。おかしいだろや、食べ物を粗末にしてるのは嫌だろ。ちゃんと食べられるからいいさ。そうさせたのはあんただろ、フラ。フラって言わんけ。あ、聞こえない、フラ。フラって言わんけ。だってフラなのに。苦しい。二人ともガキみたいに騒ぐな。ガキはあんたでしょ、タバコ泥棒が。シッチードゥーのアラバー泥棒は地形しな。そういえばや、我が中学校の時もシッチーワのタバコ盗んでたよな。万引きしたタバコだよな。
いや、我が一生懸命万引きしたタバコ盗むってあるけ。ただしじらし浴びらんけやごしゃな。死ねえか。いや、親として最低だわ。何の最低？一緒に責任取ってやるんだよ。あの、少し落ち着いて話しましょう。あんた、誰？今な。私、秋元しおりと申します。この度は東京から。いきなりなんね。あの、私の名前は秋元。だからよ。今までどこに何してたの？悪かったよ。悪いさ。弟が死んだのもわからん。いつ？2年前。で、今頃何しに来た？結婚しよう。結婚。結婚って。おばあもういいよ。おじいでたくさん。何言ってないよ。あの、私たち結婚するんです。今日はそのご報告に参りました。あんた見よう、フラフジなんで、あんたたちの好きにしたらいいんじゃないの？はぁ、なんで、あんたこの家捨てて出て行ったんでしょ？だからそれは…あっさりよな。ねえ、捨てて出て行った人に私たち何の関係もないよね。なんでよ、せっかくこの家帰ってきたのにな。都合のいいこと言わない。勝手に出て行ったかねえと思ったら、え？この人勝手に帰ってきて。ほら、あんたの勝手さ、帰れ！デジマズ、まずい。決めた。明日もう一度お母さんとおばあちゃんに会って話し合うな。あー、めんどくせえ。うん、めんどくさい。私たちを家族として受け入れてください。だから昨日も言ったでしょ、ん？結婚するんだったら好きにすればいいさ。私たちの結婚を認めてほしいんです。結婚認めてほしいって。お願いします。
お願いしますって。やがませよ。やがませよって。やりってるば、黙っとけばば。お願いします。よっか。しおりこんなお願いしてるんだから、なんか言え。お願いします。信用できんさ。なんで？は？なんで？あんた一度お家捨てた人間だよ。若気の至りさ。俺だって少しは後悔してるよ。それにしおりさん泣いちゃうでしょ。泣いちゃうだからなんだわ、関係ないやん。関係ないこともないかもしれんし、あったりなかったりいっぱいいろいろあったりする。お願いします。じゃあ条件出していいかね。今日はウークイだから、しおりさんその手伝いしてごらん。その働きぶりによっては家族にしようか考えてみるさ。おかえ、卑怯だろよ。しおり泣いちゃうぞ。ウークイとか分かるわけないやん。しおりさん台所に来なさい。え、おかえ、なんだば。男は黙れ。多すぎでしょ。うちの泡こんな混ぜて。混ぜて多すぎ。いいの混ぜて。今度は油できてるんじゃない？あげてみて。あが。え？あが。これ天ぷらじゃなくてフリッターですよね。あ、フリッター？フリじゃないよ、これ天ぷらだよ。フリッター、これフリッターですよね。あ、うちのあの天ぷら。いや、これフリッターです。いいの。はい、こっちウサギよね。お子さん本ちょうだい。え、ウコンですか？ウコン。うっちんですか？うっちんじゃないよ、うこ三本ちょうだい。はい、あ、お線香、はい、早くだ。あ、じゃこの三本じゃないよ、これひろうこだからね。こう終わってこれが三本。はい、火つけて。はい、どうそっからつけて。買い物行っといで。ミミズかい、あのジンは。ジンは出しといて。ジングは前して。はい。なんですか？ジングは前して。うちカビよ。あの世のお金うちカビ。ええ。はい。絶対あんまいじめるな。どう置いて。
音は金遣い荒いからたくさんあげておきなさい。うん、あの世に行っても困らんように、はい、そうそうそう、はい、大食いさびら。もう俺なんかのこと認めてくれるだろ。しおり4時頑張ってたからな。認めないよ。は？なんでよ。何がダメだろ。お願いします。私、お母さんとおばあちゃんに認められて結婚したいんです。帰りなさい。なんだわ、何がしたいわ、何考えてるわ、何様かや。最低だな。信じられんやつさ、一瞬でも信じたわ。フラーだったやつさ、いや最低な親、最低な人間だよ。ふざけるな。しおり、行くよ、行くよ。待ちなさい。これ音が H に融合。手紙、読んでいい？栄一、お前は今どこをさまよい歩いている。探していたものは見つかったのか。お前の求めるものは父さんは知るすべもないが、それが見つかっていればいいと思う。そしてお前の大切な人と共に喜びで満ちた人生を送っていればいいと思う。栄一、もしお前がまた家族としてこの家に戻ってくる時があれば、父さんの頼みを一つだけ聞いてほしい。どうかどうか母さんとおばあちゃんを幸せにしてくれ。
父より。これからお母さんとおばあちゃん大切にしてこうね。あげ、あげ、おかあのじいだ。え、おかあのじいだ。ミミズみたいな字してるだろ。しかもインク新しいやんね。こう書いたばっかりだ。マジで、マジでやられてっさ。手ごわい、手ごわすぎる。あんたも悪いね。勝手に遺言状を書いたりして。あの H には薬だよ。5年も家出しておいて。発射日はあれぐらいしないと許さんよ、本当に。ちゃんとおばあも面倒見てって書いた。当たり前さ。二人とも幸せにしてもらうよ。デカヤグ。我的人生就是人家所谓的虽小人生。的确我长得不高，也绝对不算帅，还有好几次被误认为痴汉，连续十天被鸟大便在头上这种事也有过。光啊，等一下，怎么了？那瓶子还给我。这是垃圾。这不是垃圾，这是对我来说很重要的瓶子。是吗？是这个瓶子吗？那么脏你要？哦，跟你的脸比起来真的很脏哦。这个你还要？给你吧。但我母亲跟我说，你不是虽小，你是被命运选中的人。被命运的瓶子选中而来到了这个岛，石原岛。我的人生，就是人家所谓的虽小人生。
観光。はい。どこから来たの？台湾です。俺東京。ああ。日本語うまいね。ありがとうございます。今からどこ行くの？ああ、天文台です。あ、この上天文台あんの？ああ。あ、石垣島はほとんどの星座が見えることでも有名だもんね。そうなんですか。ほら、島中の電気消してさ、星楽しむ祭りあるじゃない。何にも知らないんだろ。すいません。おお、本当だ。天文台あんじゃん。不要跟过来呀。あ？なんて？まもなく四次元デジタル宇宙ショーが始まりますよ。まもなく四次元デジタル宇宙ショーが始まりますよ。おお、面白そうじゃん。あの、あ、僕は中に用事がありますので。じゃあ、ああそう、お、じゃあ俺も一緒に行くよ。え、俺も星好きだもん。一緒に見ようよ。いやいや、僕は違う用事で。うん、始まっちゃう、始まっちゃう。いや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 、違う違う、行くわ行くわ、違う違う。你根本不喜欢星星吧？ヒカル、ナブコ、始めるぞ。ヒカル？じゃあ、頑張ってね。はい。みな、すいません。皆さん、石垣島天文台へようこそいらっしゃいました。我的心完全被ヒカルさんの美所占据。石垣島では日本で一番多くの星座が見られると言われております。そして年に1回島中の明かりを消して、意想不到的现实却让我头脑一片空白。開催されます。ありがとうございました。あの、はい。実はとても楽しかったです。お姉ちゃんがやってるんですけど、今日からお前がやれって言われたからとっても緊張してたんです。よかった、夜か。先ほどはすいませんでした。 あまりの緊張で放心状態になってました。いえいえ。これは無理株子望遠鏡といって、九州沖縄で最大なんです。大きいですね。はい。
どこから見るんですか？あ、こちらです。あ、こちらどうぞ覗いてみてください。夜は星が綺麗に見えるんでしょうね。はい、私が好きな星は金星です。金星は恋愛の星です。相手を愛する覚悟、強い恋愛運の星なんです。相手を愛する覚悟。そこにいたんだね。お姉ちゃん、一段落したからご飯食べに行こうか。うん。お腹すいたね。うん、ペコペコ。もしよかったら夜も来てくれませんか？え？石垣島は日本で一番多く星座が見られるんです。とっても綺麗ですよ。ああ、わかりました。じゃあまた夜に。また。今日司会上手だったよ。嘘、とっても緊張した。本当に？そこにいたんだ。また会えたんですか？はあ、お腹空いたな。ご飯でも食べに行こうか。なんでですか？友達だろ。友達って。ご飯食べに行こうよ。いやいやいや、釣れないなお前。1年前に台湾の海岸でこのボトルを拾いました。この日のために必死で日本語も勉強してきました。君さ、この手紙信じて石垣島まで来たの？はい。いくつ？30歳です。30歳。伝えたの？いえ。なんで？このためにわざわざ台湾から来たんだろ？はい。でも本人に会ったら言い出しにくくなって。ブスだった。そうだろ、ブスだったんだろな。教えろよな。おお、どうしたどうした？え？来た。何が？来た。何が？後ろ、ヒカルさんが来た。え？かわいい。あ、ヒカルちゃん、のぶこちゃん、いらっしゃい。こんにちは。お茶にする？先に海。海さ、いい加減やめたら？ダメ。こういうのは思いが大切なんだよ。毎日毎日偉いね。3年間諦めずにずっと。そんな運命の出会いなんて映画じゃあるまいし。あんたが死んじゃいてどうする？可愛い妹さ、きっとどっかの海であのボトルを拾ってくれる人が現れるよ。我的母亲说你是被命运选中的人。こんな話って本当にあるんだな。笑ってごめんね。
僕、何もできない男なんです。自分に自信を持ったことも一度もありません。そんな僕が初めて自分で行動を起こしたんです。ここまで来た自分に自分自身が驚いています。でもやっぱりどうしていいのか分かりません。それは男だったらやるべきことは一つしかないだろう。黙って台湾に帰るんだ。え？いいか、今は映画のような出会いにドキドキしてるかもしれない。でもそんなのは最初だけで、そのうち車椅子の生活という現実がやってくるんだよ。それにそもそも光さんがお前だと知って喜ぶと思うか。そうだろ。だったら無駄に二人とも傷つく必要はない。このボトルと一緒にここで光さんとさよならするんだ。会えてよかったよ。我的人生就是人家所谓的虽小人生。听说你是被命运选中的人。僕がヒカルさんの運命の人だって言ってみろよ。嘘。え？立てた！ええ、嘘でしょ？お姉ちゃん立てたよ！私やって立てたよ！どうしたの？何があったの？運命のボトル！運命の人が現れてくれたの！
なたが拾ってくれたの？はい、僕が台湾の海で拾いました。それで本当に会いに来てくれたの？確かに最初はこんなバカバカしい話あるわけないと思いました。石垣島に行くと決めた時も周りの人にバカにされました。でも僕は感じたんです、このボトルに運命を。この人が僕の運命の人なんだと。僕はもしかしたらヒカルさんの思い描いた人ではないかもしれない。会いに来ることは迷惑かもしれない。でもやっと分かったんです、僕がどういう人間か。僕は選ばれた人間なんです。ヒカルさんに選ばれた人間なんです。よかったね、ヒカル姉ちゃん。ヒカル姉ちゃん、私の願いが通じたんだよ。信子のおかげだよ。ヒカル姉ちゃん絶対幸せになってね。私台湾に遊びに行くからね。就是人家所谓的虽小人生。生から海かきいる物語や、我が島の爺の血もから表守って一路ためにチーク型海浜通る組踊り役者の物語。茶る者よ、やらぬおもんじゃなこちりぬおもい。おにゃよ、しゅいぐせこふろぼせば、この天のしたよ、わじよしちあせでおちよくらさ。しごせこのぼていろいろにいなちこうじみよいって思ったことなまやくさまどんくろちゆかるひよいらでまさるひよいらでしゅいこさしらになはいこさしらに
組踊院理性我が領長の踊り音楽言葉しちこらったろじいの長屋おの組踊りのちいこ方海浜通るあろ親っ子の物語五層四階おんのきれいやんでおもとおり様でした。はいはい、どうした？あ、お父さん、今日何時に帰ってくる？今日もまだちょっとかかるから遅くなるね。もう早く寝てていいよ、先に。明日ですよ。あのさ、帰ってきたらさ、話したいことがある。だからさ、帰ってくるの待っとくよ。あのさ、何の話かっていうとさ、あれ、小宮さん、あれ、ちょっと待ってね。お疲れ様です。お疲れ様でした。早速、次回の稽古の日程なんですけれども、いつがよろしいでしょうか？なんて、お父さん、なんて言った？なんて、お父さん、なんて言ったの？もしもし、あ、だ、ごめん、何の話だった？はあ、何の話だったじゃないさ、変えて教えるって言ってたさ。来週やろ、ね、来週できるから、来週。あ、ごめん、じゃあまた後でね、後で電話するからね。ちょっと後でね、ごめんね。大丈夫です。どうですか、この後？大丈夫です。あ、行きましょう、行きましょう。じゃあお願いします。わかった、お母さんが教えるよ。違う、お父さんから習うの。なんでお母さんも空手の名人って有名よ。はい、お母さんから習いなさい。お父さんよりも上手よ。はい、構え、起きてるの？うん、早く眠れんといかんよ。お父さん帰ってくるまで待っとくよ。おじいと2階で眠ろう。いいね。ただいま。はい、おかえり。遅かったね。寝てたの？寝てないよ。寝てたでしょ。寝てないよ。この人寝たら風邪ひくよ。寝てないってば。ご飯食べる？あ、食べる。お父さんが帰ってくるの12時ぐらいまで待っていたよ。すいません、お先に失礼します。どうもありがとうございました。お疲れさん。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日も頑張ったね。もうやがて本番だから頑張ろうね。はい、来てた。
またやるか。どんな理由で始まる？何をしたい？困り。あまりないよね。あまり。ごめんなさい。あまり。の神抹茶担当とクリーン会クリーン会竹の神いった生きがの親うちなあの爺のを守っていちょるために朝夕海浜と茶のようなことのあてん知してゆくいる工藤さん憂いよう若いや竹の心生きがの親の姿ゆうんり踏んでせならんどおり僕、組踊りやりたい。そうか。よし、じゃあいっぱい稽古しような。うん。そうか。竹の神君、組踊りやりたいか。はい。頑張れよ。はい。よろしくお願いします。で次の月は八人目さん、まあ、当時の人間はこういう人間像だったんだろうということをバイ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 。声かけ、やーやーのところさ、はい。よーよー。もう一回。よーよー。頑張るよ。はい、乗って。近いうち本番があるってん。はい頑張ってよ。はい楽しみだね。はい
見せない準備するって言ってから相手もまた何ですか。とこれから花輪の稽古を始めます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とうとう、おめえによしりあい、おどてをみかき。このお猿さんの踊り上手になってる。はい。だけどね、この踊りは、鶴町とお母さんがお父さん探しに来てるわけさ、はい、でも疲れて休んでるから元気を出す、はい、そのために踊りを見せるわけだからね。もう少し元気が出るとね、元気出して踊るともっと上等になる、はい、大丈夫ね、はい、はい、頑張れよ、はい、はい、お父さん、しん、しん、終わってから後で食べよ、はい、おはようございます。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 よろしくお願いします。おはようございます。はい、お願いします。大丈夫か？余裕よ余裕。足切る長蘭道中石抜いくいていかねえなら俺が舞台んでよしやさ、俺が舞台んでよしやさ、生きがの親またお師匠方々から起きとたろくと、いやおの道の中を通って能人けいららん宝とし一丁、宝とし一丁と立て立て踊り踊り地形ねえらんさ、地形ねえらんさ、立て立て。それそれ生の拍子に続けてマフィトチ
あすりあすりあすりすりすり後ろに食べる？抹茶アイス。ご飯は？ハンバーグかカレー。おお、両方いくか。うん。よし。やったー。安心うのうやっか。ともに自能の道、あっちはじみいることんかい、ないびたんり。早就说好这部戏拍完我就要休息一下吗？他现在又说这种话。反正工作事情自己想办法吧，你是经纪人呢。我就跟你说我要在冲绳好好度个假嘛。啊，ガヤネさん、マイチョンバガ、気づきだね。啊？什么？饭店？我早就自己订好了，那么简单的事情。你放心啦，冲绳最顶级的饭店一定是派最顶级的车来接我的。你看吧。どうぞ。どうぞ。
行李放后面到底安不安全啊？而且开这辆车到底是什么意思啊？哎，搞什么啊？那么高级的饭店怎么会派这种烂车来接我啊？开车技术又烂，到底是怎样啊你？车里又臭，你的脸更臭，有没有搞错？どうぞ。不会吧？哎，等等等等，这哪来的破烂民宿啊？还是你家？别开玩笑啊你！我订的可是现在冲绳最顶级的饭店 Kafu Resort， 这哪像是一个度假村呐？嗨。Welcome. Yes, Satoru. Hi. あの、来たよ。はいはい、今行きます。はい。おお。はい。ようこそ癒しの宿カフーへ。私、ここの総支配人の金城悟です。いや。はい。よくしもねえし、いつからお前を総支配人になったか。はい。嘘です。ただのバイトです。で、こいつが運転試験雑用係。本職は海ん中って言ってますけど。海に出たところ見たことありません。しかも名前が、はい、可愛いのは名前だけだね。あ、そしてこちらがここのオーナー。はいです。はい。はい。じゃあ、早速お部屋の方に。不对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 。何？我没有要住这里，我订的不是这里了，我订的是这里，你们看清楚嘛，根本就不对啊。は？根本就不是啊。あれ？你自己看嘛。なんか怒ってる？これだな。これ間違ってるな。你自己看呐，根本就完全にあっちのカフーと間違ってるな。要住这里的话，我要回台湾，带我到机场吧。何言ってるか全然わからん。Can you speak Japanese？ 台湾に帰る、空港に連れて行け。日本語喋れるし。お母さん、沖縄の人少しわかる。早く行って。好不容易有假可以来休息。I'm not staying at this kind of ghetto place。帰る、ここ嫌。何やバカや、おっぴらなビティ。ん？何ね、あんたは。目で見てからに、これはいい、これは悪いってあんたが決めるわけ？住むさと、一回寝さい。とやくけれ。あ、今日どうな、どこはジラチンならんさ。いや、いや、だ、あれ持ちこい。ああ、ウェルカムドリンク。そうそうそう。はいはいはい。飲みなさい。おいしいよ。これはね、我が作ったオリジナルドリンクよ。ゴーヤージュース。飲んでごらん。おいしいよ。怒らんで、と飲みなさい。でも苦いよ。どうぞ。苦いか？これは愛情だよ。あのね、ワッターも小さい時にね、これは子供の健康にいいからと言って、もうすぐゴーヤーからフーチバーからこんなジュース作って飲まされたよ。だから見てごらん、健康でしょ。ね。あね、いや、荷物焼くべ。ああ、はいはい。はい、宿泊のお客様ご案内。はいはいはい。はいはい。あれあれあれ、いやいや、姉さんごあいや。あんたは間違ってここに来たかもしらんが、ラッキーだったね。
Hey, where are you going? 海。What are you doing? 海見てる。暇なの？仕事。You see your hat? サウルだ。What a beautiful place. すごく綺麗ね。I remember my mom used to say, just look at the ocean in Okinawa. There you will find the greatest happiness.確かにな。でも裏切られる時もある。まあ何があっても俺はこの海が大好きだけどな。メイリちゃん、たくさん食べてよ。うん、これね、僕が全部作った。わお。すごいでしょ。でしょ。ね、ちょっと氷入れてこうね。よし。あのね、愛はね、愛っていう名前を私が名付けたんだよ。うん。これが生まれて時期よ。母親はすぐ家出してしまってよ。発生だ。お父さんはお父さん海んちゅだから海に行ってから魚釣りに行っていないし、ハッサミようなあやなかわいそうやさんの産むやによ。だから愛情不足するんじゃないかなと思ってね、それで愛ってつけた。でもこの顔で愛って笑わすんじゃないねえ。翔さんの時からこれヒゲ吐いとん。いやええー、やバカ。いやこの泣けんわ。はっしゃねえ。ああ、もう俺もらおう。はい。ああ、そう。ね、ちょっと待ってよ。メイリちゃん、あのね、これ、メイリちゃんの名前、この名字、うん、これ、なんて読むの？ランあ？ランメイリン。へー、オーナー、うん、これさ、ランって読むって。あ、これな。はい。へー、これはね、日本では愛って読むんだよ。愛、うん、愛うん。アリン愛、あんたも愛。あら、字は違うけど似てるね。いやオーナー、全然違うでしょ。一緒じゃないですよ。こんなチュラカーギーのメイリンちゃんと、はい、人見知りでこんな不愛想な海ちもどきと一緒のはずがないじゃないですか。オーナー、目悪くなったんじゃないですか。ノーヤ、わね、目は悪くない。いや、チブルヌルヒャ、
ゲレンゲレンパンなってるんじゃないか。 ゲレンゲレン。いい。オーナーひどいっすねえ。はい、どう思う？テンパ？テンパってあるかや。私はテンパーだけどさ、今関係ないだろ。これテンパーやさ。確かめないオーナー。はーし、分かってるでしょテンパーって。はーし、もう楽しい。え？楽しい。ほんねあったかい。私いつも一人ぼっち、居場所がない。 Not like you guys。いやそんなことはないでしょ。みんな仕事だけ人いっぱいいるけど。I can't find a place where I belong to or I can really relax. No. だったらやめたりやし。ねえ、アイ、そんな言わない。なんでよ。そしたら楽になるさ。If I quit my job, then what? Then what? It's so easy for you to say that. Cause you got everything. You'll never understand. メリちゃん、あんまりアイの言うこと気にしない方がいいよ。Can you just leave this place and all your life behind?今の生活捨てることできる？俺はここが好きだからここにいるわけさ。これからもずっとそれだけさ。 Forever? Forever? Doing nothing, just look at the ocean every day? Oh my god! What kind of fishman are you? You don't even go into the water? まあね、メリーちゃん、はい、飲もう。So funny!干嘛什么都不说啊你？哎，有没有在天价讲话啊？失礼なこと言ってすみませんでした。はい。さてとね、そろそろ片付けましょうかね。あんやさや、はい、メリちゃん明日、朝食7時ですから、はいはい、じゃあはい、はい、片付け、はい、あんた泣いてるの？ No。 いい、心は泣いている。なだやてだがなし、あじきらばたんで、あちゃがひのたみにからちたぼり、
それ、ごめんなさい。居場所ってさ、どこでもいいんじゃないか。自分が心地よく過ごせる場所だったらどこでもいいさ。一緒に笑える人がいればそこが居場所にもなる。それを作るのも探すのも自分次第よ。いつでも戻ってきたらいいよ。見上げた藍色の月を誰かが夜と決めたのさ。描いた夢がでかすぎて今日も眠れないのさ。月の光が優しくて心の中をすべて見透かされる。暗闇に胸ぐらをつかまれてやっと自分自身に向き合えるのさ。